エニロジックはザ・エニロジック・カンパニーによって開発されたマルチメソッドシミュレーションモデリングツールである。1990年代の初頭は並列プロセスのモデリング及びシミュレーションに関する数学的なアプローチに大きな興味が持たれていた。このアプローチは並列で作成されたプログラムの正確さの解析に適用された。サンクトペテルブルクテクニカル大学の 分散コンピュータネットワーク研究グループは、プログラムの正確さの解析にソフトウェアシステムを開発した。新しいツールは、カバーズと命名された。このシステムは、システム構造と挙動向けのグラフィカルなモデリング表記を可能にした。このツールは、ヒューレット・パッカードに依頼された、研究のために使用された。1998年には、この研究の成功が、 DCN 研究室が新しい時代のシミュレーションソフトウェアを開発するミッションを持つ会社を設立することを促した。開発で力点が置かれた方法論はシミュレーション、機能解析、確率系の挙動、最適化及びビジュアル化。2000年にリリースされた新しいソフトウェアは最新の情報技術に基づいたオブジェクト思考のアプローチ、ン類企画採用。 Java の採用、最新の GUI 環境など、3ビジネスシミュレーションアプローチズそれが3つのよく知られたモデル化アプローチをすべてサポートしたので、ツールは AnyLogic と命名された。AnyLogic は1つのモデルのうちで、これらのアプローチを組み合わせてモデリングできる。最初の AnyLogic バージョンは AnyLogic 4であった。これは c バ v ズ r 3.0の後継として番号を継承したためである。 2003年にエニロジェック5がリリースされたとき大きな一歩踏み出しました。それは次の領域のビジネスシミュレーションにフォーカスした最新のメジャーバージョンのエニロジェック7は2014年にリリースされた。エニロジェック7モデル開発環境用のプラットフォームはエクリプスです。エニロジェック7は クロスプラットフォームシミュレーションソフトウェアのため Windows、MacOS さらに Linux システム上で動作する。EniLogic はグラフィカルなモデル化言語を含んでおり、ユーザーが Java コードでシミュレーションモデルを拡張することを可能にする。EniLogic は Java のコーディングによりカスタムモデル拡張に適しているとともに、シミュレーション結果をいかなる標準ブラウザでも開くことができる。 Java アプレットを簡単に自動生成することが可能である。これらのアプレットはエニロジックモデルをウェブサイト上に配置し共有することができる。Java アプレットに加えてプロフェッショナルのバージョンはユーザーに配布することができる Java ランタイムアプリケーションの生成を可能にする。この純粋な Java アプリケーションは意思決定サポートツールのベースとなり得る。 How simulation approaches correspond to the level of abstraction any logic モデルは主なシミュレーションモデリングに対応することができるディスクリートイベントまたはプロセスセントリックシステムダイナミックスおよびエージェントベースシステムダイナミックスとディスクリートイベントは伝統的なシミュレーションアプローチでありエージェントベースは新しい方法論である通常 連続工程を有する場合はシステムダイナミックスアプローチでありディスクリートイベントはプロセス中心のシミュレーションアプローチとして知られている GPSS の子孫であることを意味する。またエージェントベースモデルは通常は離散時間型であるイベントから別のイベントにジャンプして動作する。システムダイナミックス及びディスクリートイベントシミュレーションは大学ではマネジメント 経済あるいは産業とオペレーション研究等の非常に分野の異なるグループに分かれて歴史上を教えられてきた。その結果、互いにグループには別個の二つの従事者コミュニティが存在する。最近までエージェントベースモデリングは主として純粋に学術的なトピックであった。しかし、グローバル企業の業務最適化要求の像に伴い複数のアプローチを注視する。 モデル作成者は非常に異なる性質の複雑な相互依存のプロセスに対するより深い洞察力を獲得する必要が生じた。モデル化するアプローチはどのように抽象化レベルに一致するか。システムダイナミックスは最も高い抽象化レベルに明らかに使用される。ディスクリートイベントモデリングは低から中の抽象化に使用される。エージェントベースモデリングに関しては この技術が全ての中小化レベルを通して使用される。また、エージェントは多様な自然及び規模のオブジェクトをモデル化できる物理的レベルエージェント、例えば歩行者、自動車、中レベル顧客、最高レベルマイナス競合会社、エニロジェックはモデル制作者が同じモデル内でこれらの異なるシミュレーションアプローチを組み合わせることを可能にする。 固定された階層はない。例として宅配便のモデルを挙げると、ここで宅配便業者は独立して行動し、エージェントとしてモデル化される。そしてディスクリートイベントシミュレーションでそれらの輸送とインフラストラクチャーのネットワークの内部の採用をモデル化する。同様にその集合の振る舞いが収入、またはコストのような流れをキャプチャーするモデルを システムダイナミックスに与えるエージェントとして消費者をモデル化することができる。妥協して一つの任意のアプローチによってモデル化されるかもしれない複雑なモデルでもエニロジェックの複合アプローチは主従様々の複雑なモデル化問題に直接適用可能である。シミュレーションランゲージカンストラクションスプリバイデドバイエニロジェックエニロジェックシミュレーション言語は 書きアイテムで構成されている低レベルモデル構造、プレゼンテーションシェープ、分析機能、接続ツール、各種イメージ、エクスペリメンツフレームワークほか、エニロジェックは書き標準ライブラリーを含んでいる、これらの標準ライブラリーにユーザーは自分のライブラリーを作り、それらを利用することができる。ありがとうございます。